ボディを塗っていきます。色は指定のマイカブルーです。ホコリをブラシで落とします。成型色もブルーでしたので、サーフェイサーは拭かずに始めました。まずは細拭きで隅や角を塗っていきます。濃度は少し濃いめで始めました。ホコリが見事につきました。塗膜が乾いたら3000番のスポンジヤスリで取り除きました。全体をまんべんなく塗っていきます。成型色と同じなのでいまいちよくわからないのですが、多分濡れていると思います。最後は薄めに希釈して拭きます。今度は速いストロークでさっさと手を動かしました。ゆっくり塗っていると垂れてきてしまいますのでね。垂れやすい複雑な形状もうまく塗ることができたと思います。乾燥したらデカールを貼ります。この一番大きなデカールを貼ってみましょう。先人の教えに習い、腰の部分は切り離します。できる限り余白をカットします。ぬるま湯につけて剥がしていきます。微調整して位置を決めていきます。中央部分から外に筆を動かして密着させていきます。星のマークも貼っていきます。フェンダー部の段差がなじまないので切り込みを入れました。慎重に水分を押し出していきました。さらに貼っていきますが、破れました。そんなに簡単に割れるものでしょうか。もう割れが止まりません。あー、なんて悲惨な姿でしょうか。塗装でレタッチします。まずはファレホの白で塗ります。その上から蛍光イエローを塗りました。バレバレですが、汚して隠すしかありませんね。それではクリアを乗せていきましょう。まずはかなり濃いものを塗ってみます。とはいえ大丈夫かなというぐらい濃かったです。さすがに相当なゆず肌になっていますね。数日硬化させたら中研ぎを入れます。1500番と洗剤を含ませた水を用意します。このデカールの段差を落としたいと思います。洗剤入りの水を塗ってペーパーを当てていきます。本当に撫でるような感覚ですね。削ろうとは思わない力加減です。光にかざしながら段差を確認して流していきます。これなら多分大丈夫ですね。それではこの調子で全体の段差を消していきます。この動きをご覧ください。できました。削りカスで真っ白ですね。あー、デカールが割れていますね。
乾燥が少なすぎたようです。たった2日間ではダメですね。悪い見本です。ファレホでレタッチします。それでは適正な希釈にしたクリアを使い、全体にまんべんなくクリア層を作っていきます。最終的には5層ぐらい重ねたと思います。良い感じではないでしょうか。研ぎ出しに入ります。2000番でエッジを落としてしまわないように慎重にペーパーを当てていきます。とにかく撫でる程度の意識ですね。削ろうと考えてはダメみたいです。2000番の終わった状態です。次はラプロス6000番、一般的なペーパーの4000番相当だそうです。次は8000番、これも一般的なペーパーだと6000番相当だそうです。大丈夫でしょうか。次はタミヤのコンパウンドで磨いていきます。研ぎ出しは初めてですが、光ってくると楽しいですね。後で汚しますので、このレベルで十分でしょうね。デカールの段差もほぼ消えております。ゴムモールドをマスキングテープを使って塗り分けます。マスキングテープを細く切り出します。これを直線部分はピンと張りながら貼っていきます。曲面部分は少しずつなじませて貼っていきます。この細切りマスキングテープを使うと、かなりの曲線でもうまく貼ることができました。爪楊枝や指でしっかり押さえて隙間が出ないようにします。塗り分けはファレホカラーを使います。さあどうでしょう。はみ出してしまいましたね。足りない箇所は腕で補正します。はみ出した箇所は完全に硬化する前に爪楊枝で剥がします。テールライトの電飾を行います。実写画像を見るとこの位置にテールライトがつくようです。箱をプラ板で作りました。黒く塗りつぶした後、ガンダムマーカーのメッキシルバーを塗りました。接着は模型用セメダインを使います。これを使えば大変だったクリアパーツの接着が劇的に簡単になりますね。フロントのライトポット配線の一部を黒く着色します。ポットに接着して完成です。
隙間にケーブルを通して取り付けます。はみ出したハイグレードセメダインは水をつけた綿棒で拭って乾いた綿棒で仕上げれば OK です。内部の配線をまとめていきます。3つをひとまとめにしてハンダ付けします。 CRD と呼ばれる抵抗を使います。これはどんな電圧でも LED3 つ分の電圧に調整してくれるという優れもの。これを先ほど3つでまとめたケーブルとつないでいきます。絶縁をした方が良いかもと考えたのでチューブをかぶせました。プラボディを溶かさないよう最大限注意しつつヒートガンを当てます。ヒートガンが使えないような箇所は直接ハンダごとを当てて縮ませました。 CRD を取りまとめコネクターにつなぎます。これを車体下部に出しておきます。コンセントからの DC12V に接続すると本来 3V にしか耐えられない LED も CRD が制御してくれて問題なく光っていますね。ではボディを合体させましょう。コネクターをつないでいきます。うまく取り付けできたと思いましたがダメですね。ウェザリングの一番最初はエナメルのバフです。これをエアブラシで吹き付けて最も細かい砂塵を再現します。吹き終えたら溶剤で落としてしまいます。こうすることで砂が隙間に溜まったような再現ができます。次は油彩を使って溜まった砂をはっきりと表現します。まずは溶かずに濃い状態で塗っていきます。乾いた筆でぼかしていきます。溶剤を使わなければこのようにぼけていくのが油彩の特徴です。乾燥が遅く粒子の細かい油絵の具ならではの表現をご覧ください。化粧パフなども有効なツールです。いかがでしょうか。ツヤあり面とホコリが共存する様子が再現できました。原液のまま塗って乾いた筆でぼかしていきます。車体下部のみ半光沢クリアを吹きました。ツヤが変わりました。こうしないと汚れ塗装がうまく乗らないのです。ウェザリングカラーのサンディーウォッシュとグレイッシュブラウンを混ぜます。エアブラシで下部に吹き付けていきました。すぐに沈殿するのでこまめにかき混ぜます。吹き付けはこんな感じです。油彩系の吹き付けは少し慣れが必要です。気に入らなかったら取ってしまいましょう。溶剤で拭き取ればかなり綺麗になります。ふわっとふわっと吹き付けます。気に入らないですね。よし、うまくいきました。最初の一層目はこんな感じです。色の変化を加えていきます。グランドブラウンを最初につけた色の内側に吹き付けていきます。
色が2層になることで乾いていく様子が再現できました。次にピグメントを使いこびりついた土を再現しましょう。ピグメントに水と洗剤を少し混ぜて泥を作ります。これを隅を中心に盛り付けました。乾くとこんな感じです。いかにも塗った感じがしますね。そこで筆を使って削っていきます。水で溶いただけなので簡単に落とせます。こうすることで境目を曖昧にして自然なグラデーションを作っていきます。削ったピグメントを落とさず隙間に溜めていきます。アクリル溶剤を飛沫します。これで固定されます。次に地面に使った荒木田土を少し混ぜます。盛り付けていきます。土の盛り上がった雰囲気は再現できましたが、色の変化が消えてしまったようにも思いますね。色を塗り直します。濡れた質感を再現するためウェットクリアを使いました。小さいエリアに塗って、境目を溶剤でぼかします。これで色の変化がつきました。最後に飛沫を飛ばします。飛沫は水玉模様にならないよう角度に気を使いながら強弱をつけていきます。このように塗りと飛沫を組み合わせることで泥汚れの精密感が向上します。何種類かの塗り方を組み合わせることがとても大切です。窓ガラスの汚しは直接書き込みました。油絵の具を使い荒っぽく汚れた感じに仕上げてみました。それでは汚し技法をまとめます。変化をつける意識が大切だと思います。まず色味に変化をつけてみました。2色を重ねることで乾燥具合の違いを再現したのです。そして質感に変化を加えました。ピグメントに砂を加えて塊感を演出しました。最後は塗り方に変化をつけました。にじんだ雰囲気と跳ね飛んだ泥をかき分けたのです。いかがでしたでしょうか。汚れの説得力が増して精密感が高まったと思います。そして何より論理的に作業を進めることで汚しの作業が楽しくなると思います。汚し作業が苦手だなと思われる方はちょっと意識をしてみてください。次回はベース作成完成編です。地面の作り方や静電気を使うグラスマスターの活用方法をご紹介します。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。